どうもつやです。新しいビジネスを生み出すにはどうすればいいんでしょうか。これには社内のリソースから知識を結集し生み出していくしかないんですが、これを個人に任せるのではなく組織として取り組んでいかないといけないというのが今回ご紹介する本の趣旨です。ではそうした知識はどのように醸成していけばいいんでしょうか。これのヒントになる書籍が知識創造理論です。本書によれば組織的な知識創造が新規事業を生み出すとしていて、さらには企業の競争力の源泉は企業が持っている知識であるとしています。知識創造理論はなぜ日本企業がこの20年間で急速に力を失ったのかという問題意識から作られたものです。近年は垂直統合型の工業社会モデルを極限まで追求した20世紀型の経営モデルが通用しなくなり、その後は MBA に代表されるような論理的分析的なグローバルスタンダード経営が広がったんですが、日本企業にとっての失われた時代を打開するには至ってないのが現状です。経営学者の野中育次郎氏は企業における卓越性やイノベーションのあり方を問い直し、この変則的な現状を打ち破ることができるような21世紀に求められる経営の知のあり方を実践の中で理論化しようとしました。それが知識創造理論という理論です。その中で知識というものを2種類に大別しています。暗黙知、言葉にできない知識と形式知、言葉にできる知識の2種類です。この2つが相互に作用し合うことで知識が深まり高まるとしています。詳しく言うと、形式知は客観的な知、合理的な知、明示的、形而上学的、過去の知のことですね。言語化可能な知識であるために学習により伝達されることができます。暗黙知とは主観的な知、経験知、身体的、今ここにある知のことです。言語化が困難な知識であるために経験により伝承されていくものです。この2つは対立するものではなく、個人の中にも組織の中にも並列して存在しているものです。暗黙知と形式知が相互に作用し合って変換していくダイナミックなプロセスを説明するために4つの知識変換モードを提示しました。これを積モデルと言います。プロセスとしては、個人の暗黙知からグループの暗黙知を創造する共同化、暗黙知から形式知を創造する表出化、個別の形式知から体系化された形式知を創造する連結化、形式知から暗黙知を創造する内面化というプロセスです。簡単に言うと、共同化というのは暗黙知から暗黙知への橋渡しで、個人同士の経験を共有し新しい暗黙知を増やすことが目的です。表出化は暗黙知から形式知への変換で、暗黙知を明確なコンセプトで表現することが目的です。連結化は形式知から形式知へのつなぎ合わせ、コネクトですね。コンセプトを組み合わせ知識体系を作ることが目的です。内面化は形式知から暗黙知への転換で、個々人が学んだ暗黙知を組織に広げる目的です。これらのコンセプトの鍵になるのは暗黙知です。暗黙知を重視する企業は組織を単なる情報処理の機械と捉えません。そうした組織間においては、主観的な洞察、直感、勘、理想、価値、情念、イメージ、シンボルなどが重要な意味を持つことになります。暗黙知から形式知への変換には次の3つの特徴があります。表現しがたいものを表現するため、メタファーやアナロジーが多用されます。個人の知が多くの人に共有され、知識が広まっている状態になります。新しい知識は常に曖昧さと冗長性の中で生まれてきます。職人が次の世代に知識を受け渡すための秘伝みたいな感じですね。ただ問題は、これらを伝える方法論が人によってそれぞれということです。先輩から後輩とか、リーダーからメンバーなど独自的なものになりがちでした。これを組織として整えていきましょうということになります。ポイントは、知識を共有する多様な場を社内に用意することが大事です。Google などはあえてそういう場所を物理的に作っています。こうしたフレームワークを実現するために最適な経営スタイルとは何でしょうか。経営スタイルには2種類あります。トップダウン型とボトムアップ型です。トップダウンモデルは階層組織を前提しているために、トップが基本的なコンセプトを作り、それを下の方の組織構成員が実行するという分業制になって情報が処理されます。現場に仕事はほぼルーチン業務であり、知識創造は関わることはできません。この形のメリットは、強力なリーダーシップで戦略を引っ張ることで推進力が出ることです。デメリットは、現場での暗黙知の成長は軽視しがちなことです。この場合、知識を作る人はトップだけです。ボトムアップモデルでは、階層と分業の代わりに自立性が強調され、トップが知識を扱うのではなく、起業家精神を持った第一線社員が自分たちの知識を作りコントロールします。この形のメリットは、社員の自立性があり、現場の暗黙知を商品化できることです。デメリットは、暗黙知は個人にとどまるということですね。知識を作る人は現場の個人ということになります。つまり、知識創造という面においては、この2つのモデルはあまり有効ではないということになります。そこで注目されるのがミドルマネージャーの役割です。ミドルアップダウンマネジメントという概念になりますが、中間管理職というと上と下に挟まれて胃が痛いポジションと一般には言われています。ただこれ本来の役割は、トップの理想と現場の現実の矛盾を解決する役割ということになります。
現場をよく知るミドルマネージャーがトップが描いたビジョンを第一線社員が理解し実行に移せるような具体的なコンセプトに落とし込む役割と、一方では現場の複雑な状況における大量の情報を意味付けて有用な知識に変換していく役割の両方を担う必要があるということです。ただこれ現実には実際の作業をしながらこのような役割に担うということになるので、確かにハードな業務にはなっていくんだろうなと思います。割と責められることも多いかもしれませんが、頑張っている人が報われる社会になるといいなと思いますね。当然ですが、出てきた知識は実践しなくてはいけません。何が今に対して最善で何がベターなのかを模索することを、これを実践値と言います。これには次の条件があります。経験的蓄積、要はできるかできないか判断できるだけの経験が必要ということです。共通善や美徳、何が良い目的なのか、バランスが取れているのかを判断する力のことです。弁証法的な実践的推論、いわゆるロジカルシンキングと対比される思考法です。現場の状況に応じた行為や実践から導き出せるものです。これらを実践するのはリーダーです。相当的な知識を組織として獲得するには、こうしたことができる人をリーダーにすることが良いということです。現場を理解しながら、いかにしてあるべき行為を実践するか、または実践で行動を示したり影響を与えたりすることが求められるからです。そしてそうした人材を活かせる組織づくりも大事なことです。